鳥居物部神社は、新潟県柏崎市西山町に殿にある神社。式内社、越後国二宮で、旧社格は、県社。社名は、二田物部神社、二田神社とも、祭神は次の御柱。主祭神拝し神、越後屋市では祭神を、馬島寺とするが、特選神明町ではこれを不快として二田、天仏部命を妥当とする。社殿によれば、祭神、 ふただ天仏部命は天皇や命に従って高四国に来臨したという。そして石地で天皇御三命と分かれた後、滝坂の二殿を献上する者がいたので、その地に今日定めて佐藤、ふただと称したと伝える。また、ふただ天仏部命は二殿の土幾多の香料に葬られたという。また社殿では当社の社地は数回の移転を繰り返したという。 それぞれの仙座は次の通り。亀岡山の旧跡は、明徳年間の小図に見え、この図には、山頂の奥の宮に至るまでに、大小多数の道具のあった様子が記されている。社殿では、延暦十四年に、坂の上の田村麻呂が祈願し、三島軍を新領に定めたという。延長五年成立の、演技式新名帳では、越後国三島軍に、 物の部神社と記載されて式内社に列している。その後、陰性期の文書では、当社は、二田社として見え、事業国主が二連社官主の部任権を有していた、様子が記されている。その後の動向は不明で、中世に入り、新東州に二宮両殿大没殺猿、また、ハブ国大名人名と見える。この、両殿とは、二田であり、この記述から、 当社は越後国の二宮であったとされる。当社が二宮に列していたことは、16世紀以降の起承文に、や彦大明人、二田大明人として、一宮のいよいよ彦神社と並び称された様子にも見える。なお、新東州の、また、羽生国大明人名の記述に関連して、前述のように当社の祭神は、土生田山に葬られたという伝承がある。大英六年には、 室町幕府第十二代将軍、足利義春から、三島軍から3,500巻を信領として、授けられたが、天正年間に、これらの信領は没収された。天正十年には統治を治めた、上杉影勝から周辺六村から、形成七十国の、進がなされたが、慶長三年に慶長が合図に移ったことに伴い、衰退した。慶長十六年には、越後に入った。 松平忠てるから五十国の寄進を受け、慶安元年には江戸幕府第三大将軍、徳川家光から、主因地は五十国に改められた。明治四年に近代社格制度では孫社に列したが、大正十二年に県社に昇格した。明治四十年には若宮神社、諏訪神社を合志した。神職は三島家。 この三島家は、にぎはや日の天下りに従った、五物の部の内の二殿、物のの末裔であるという。本殿本殿は三権者流れ作りで、三河原武器。室町時代後期の15世紀後期頃の造営と見られている。古くは、独立社殿であったが、現在は全面に平殿が接続しており、後輩は、板壁で建て込んでいる。十日、長子の来号寺あた堂と、 高領栄養がよく似ることから、後輩は、この時期の改造と見られている。この本殿は、新潟県指定文化財に指定されている。また、境内には、天明義民の石踏みが建てられている。例祭は4月9日、9月14日の年2回。また、特殊神事として、次の祭りがある。物の部神社背後の滝沢山には、二田城と称される城跡が残る。この城跡は、 二田城跡として、柏崎市の史跡に指定されている。この城は、当初は、物の部神社の神官が、長橋城として築き診療警備に使用したが、後世に、上杉家武将の菅長吉がこの城に移った際に、仮世城と改めたという。そして須菅長重が三津山城へ移転したというが、いずれも年代は不詳。以上のほか、 元い現場頭が上手であるというつてを載せる文書もある。所在地交通アクセス原点出店ありがとうございます。